今隣でパートナーが寝てるんですけど、乗り心地があんま良くなくて、賑やかなコペンで寝れるってよく訓練されましたね。ところで今回は僕が海を見たいと思ったんですよ。で、笹川流れに行きたいって思い立って付き合ってくれています。近場にも海岸はあるんですけれど、まあ、せっかくならあまり行かないところがいいと思って、僕たちが住んでいる新潟市から約82キロ笹川流れまで来ました。短い動画にまとめる予定なので、まあお酒でも飲みながら見てやってください。気になったものが見えたので泊まりました。というのも、この赤い鳥居が気になりました。後で調べたら弁天岩って言うらしい。口コミ見てたら、てっぺんの祠、多分この辺まで登る人もいるとか。さすがに登りはしませんでしたが、十分景色はいいです。何よりやっぱり海が綺麗です。トイレもあってキャンプにも良さそうです。実際まあ撮ってはいませんけれど、キャンプをしているグループもいました。ああそうそう、トイレなんですけれど、水を流す仕組みが三角ハンドルを回すやつで、こんなん初めて見たんだけどって、ちょっとどうでもいい脱足です。ここから1キロも走らないくらい行くと笹川流れの道の駅です。干物とかの海産物が質の割に安くて美味しそうでした。ちょうどこの時期8月末までですけれど、岩牡蠣もいいですね。ソフトクリームも美味しかったです。建物の真向かいはこんな感じになっていて、海と触れ合える場所になってはいますが、個人的にはもう少し北へ走った場所、メガネ岩っていうのがある場所が磯遊びにはもってこいな場所です。景色もいいし、トイレも一応あるし、一日ここで過ごしてもいいと思えるくらいです。ドライブスポットとしても走ってても楽しめるので、機会があればぜひ来てほしいところですね。短くてかなり拙い感じになりましたが、見てくれてありがとうございます。それじゃあまた。